アルテュール・フォルタン・函館戦争時のフォルタン。前列左端に、細谷安太郎、その隣に、ジュール・ブリュネ、後列左端から、アンドレ・カズヌーブ、ジャン・マルラン・アルテュール・フォルタン。彼は、ジュール・ブリュネに同伴し、フランス軍事顧問団の一員として、日本にやってきた。彼は、幕府伝習隊を調練した。母親戦争が勃発すると、フォルタンは、 フランス陸軍の職を辞し、幕府側で戦い続けることを選んだ。彼は、ブルネ島と共に、函館戦争に参戦し、4列ンのうちの一体の隊長を務めた。明治2年4月9日、新政府軍は、北海道に上陸、5月11日五稜郭に立てこもる、函館政権軍に対し、明治新政府軍の総攻撃が開始され、五稜郭は、陥落。 5月18日総裁、江本武明は新政府軍に投降した。フランス人らは江本の勧めに従い、総攻撃前の5月1日に函館港に停泊中のフランス船に逃れた。その後、ホルタンはマルラン、ブッフィエと共に明治3年、当時大阪にあった兵部省に雇われた。さらにその後、東京に移った兵学寮に雇われた。 ありがとうございます。